こんにちは、こんちゃんです。能楽師一層流笛方一層幸宏です。よろしくお願いします。どうも、はい、本日はですね、磯先生の家にお邪魔しまして、はい、最近山岳笛がなんかもうどん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 流行って、はい、結構、はい、注文も、はいはい、入ってられるというところで、はい、だからまあその結構欲しいって考えてる方も多くて、はい、でやっぱりもう最初、まあ、吹いてみるとこう分かれるんですけど、なかなかその在庫がないらしくて、そのまあ今試奏もあんまりできない状態、なんか1本あればいいぐらいの形なので。それは在庫サスペンス、はい、在庫サスペンスですので、まあもしあれでしたら今日その磯先生のように3本山岳笛が、はい、はい、あの山岳笛っつっても知らない人いるんじゃない、うん、そうですね、山の山岳じゃないね、あ、はいはいはい、チル岳ですね、はいはいはい、チル岳どんな感じの、まあはい、だから、まあ、有名なのが、うん、住まいの設置絵とかね、はいはいはい、あの法絵の設置絵とか、はい、丹後の設置絵とか、うん、まあ、いろんなそういう天皇陛下の前で、あ、はいはいはい、平安の、そうですね、はいはいはい、山岳師たちが演奏して、はいはい、っていうところで、まあ、それをこうなんとか、まあ、当時こんなんじゃないかなって再現しようと思って、ね、元々そのさ、うん、住まいの設置絵を再現の試みになって、うん、あ、なるほど、はいはい、それでまあもうそれもなんか、資料をまあ調べて、はい、まあ大体こんな音楽だったんじゃないかっていうんで、はい、作って、その時のためにこう、考えたんですけど、あ、なるほど、まあ、こういう笛だったんじゃないかということで、はいはいはい、でそれでそういう、まあまあ田楽笛を代用してやってたんですけど、はいはいはい、まあ立平さんにこれを、はい、うん、ああなるほど、頼んで、うん、はいはいはい、頼んで、じゃあちょっとまあ田楽笛と差別化したという、はいはいはい、が山岳笛になってますね、はいはいはい、じゃあ実際こうどんな感じ、結構パワフルね、ああパワフルですね、はい、はい、すごいめちゃくちゃ音圧が、はい、ありますね、はい、はい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 、なるほど、今のは10本上司、はいはい、これは10本、はいはいはい、ただ3本とか、まあ、8本は、ああ、8本、はい、これ3本ですね、はい、3本の音が、もちろんなんか普通のなんかクラシックとかも全部対応して吹いたりできますもんね。はいはい、はいはい、できますね。はいはい。はいはい、例えばなんか、なんだろうな。まあ有名なところだな。うん、めちゃくちゃ響きますね。すごい。なるほど。やっぱりまあこんな形で結構パワフルめで、まあ何でもできる笛なんで。まあ何でもできますよね。うん、だからまあバイオリン協奏曲とかフルート協奏曲とか、はい、オーケストラバックでこれやっても全然負けない。全然オーケストラ負けないですからね。はい。はい。だからまあ他の楽器と結構西洋楽器って音量が大きかったりするんで、まあ、そういうのと混ざっても全然全然、はいはいはい、大丈夫です、はいはい、なるほど、はい、だからもしその、まあ、いろんなこう楽器と合わせたり、はい、あとまあだから太鼓とかもね結構大きいんで、それと一緒に全然負けないですもんね、そうですね、太鼓は大きいですね、はいはい、だからそういうのと一緒にされる方にも、はい、やっぱりパワフルな
ちょっと今、そうですね、おすすめですよね。吹いてる笛よりもうちょっと力強いのが欲しいなって思ってる方もおすすめなので、はい、おすすめですね、はい、もしよかったらあの三角笛を試して、はいはい、でまあ右手のリズムをなんか注文でいろいろやってくれる、はいはいはい、ちょっと3を低いとか、はい、この3の指が低いとか、うんうんうん、はい、ここの、うん、はい、1の指を高いくしたりとか、はいはいはい、だからこの辺りがそもそもその三角笛が立平さんのホームページのラインナップにないので、はい、全部あのメールで、まあ、こういう仕様にしてほしいって言ったら、はいはい、全部できるらしいので、もしあれだったらその自分がその使うあの曲とかシーンにいろいろ合わせて注文されてみてもいいと思います。そうですね、はいはい、まあ、別にいろんな長さはね作れますよね。はい、はい、なんかこの前もなんか一本上司をあの大阪の一本上司、はい、作られたらしくて、一本上司もかなりいいみたいで、すごい長くなりましたね、はい、そうですね、もうパワフル、なんかあ電話の一本上司を持ってるけどなんか刀みたいな感じの巨大な感じですので、もしあの興味がある方はまた、はい、注文されてみてはいかがでしょうか。いいと思います。はい、じゃあ今日はあの先生のところからお送りしてありがとうございました。ありがとうございます、はい、またあの、はい、もしあれだったらちょっといろいろコラボも、はいはい、あのしたりしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またねー。